よし、ほんじゃあね、ジム戦行っていきたいと思います。お、誰だ。あ、担任じゃないっけこの人。だよね、担任だよね。なんか学校行ってなさすぎてガチ不登校だから全然わかんないんだけど。先生が比べる先生の課題って難しいですよね。大変だけど挑戦しがいがありますからね。だから担任の先生として応援したくて待ってたんです。幸せ卵を手に入れた。なんだ幸せ卵とは。持たせたポケモンをもらえる。お、それは神じゃない今の。もしかしてちょっと待って、今のはゲットじゃないもしかして。誰に持たせるべき。じゃあ幸せ卵を、俺は羽物に持たせときましょうかね。ようこそフリッジジムへ。グリピさんですね。はい、グリピです。よろしく。ジムリーダーライムと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。オープニングアクト、俺絶対にフリースタイルするのかと思った。いわゆる前座です。あー、はいはいはい。ポッ、あー、これは強制バトルをしなきゃいけないジムテストなわけね。オッケーオッケー。来たな、前座任されたトレーナー。俺の名は、MC カマ。俺も半袖短パンで大概な格好してるけど、お前、やばいぞ、タンクトップは。ステージ上に上がれば、アクト開始3連勝するまで、途中退場はノーだぜ。覚悟してチャレンジしてくれよ。足りめえだろ。ぶっかましてやるわ、この野郎。ちょっと待って、これさ、ダブルバトルってやったら、ちょっと待って、ルーレットどうすればいいんだ。ちょっと待って、初めてのあれに、ちょっと、やばい。ああ、初めてが奪われちゃう。全然客いねえじゃないか。どんだけ人気ねえんだ、俺。ふざけんなよ。ネモ、あの、チャンピオンネモからもちょっと一目置かれてんのに。こないだ、なんなら有名 YouTuber のなんか、なんじゃもさんって人とコラボしたのに。全然有名じゃない。リアルの俺の同説と一緒くらいしかいなかった。Ladies and gentlemen、今回のライブオープニングアクトはグリピのダブルバトル3連戦だ。挑戦者グリピに最初に立ちはだかる相手は、ユーヤン。ダブルバトル1プラス1、その答え君は知ってるのかな。あ、なんか別に何も言わないんだ。はい、行きましょうか。じゃあね、ダブルバトルってなかなか難しいですね。いや、ムーマージになってない時点で、あー、戦闘から2体が出てくるわけね。了解了解。あー、レベル40結構強いやん。でも手持ち2体ってことは、この1バトルで後ろの控えはいないってことね。了解了解。じゃあ、今まず、ドブサライの番なので、まずドブサライの技を決めます。どうやらドブサライの番らしい。なんか、あの、名前が光ってるから、ドブサライの。1ということで、ドブサライが引くのは、バークアウトでいきます。あー、どっちに打つかってことね。あー、バークアウトは、全体攻撃なわけね。了解。はい、次、デブ。相手は明らかにゴーストなので、あー、バックアウトじゃ抜群じゃん、ゴーストに。アクタイプだから。で、これは、ノーマル技効かないので、ナイス、穴を掘る。まあ、ポチに行ってきましょう。影坊主なんか浮遊してるっぽいんで、ワンチャン穴を掘る当たんなかったら嫌なので、墓地の方に打っときます。あー、強っ。めっちゃんこ強えや。あー、強っ。めちゃくちゃだ。影坊主結構可愛いな。な、経験値そんなにもらえねえな、相手レベル40の割には。あー、やっぱゴーストタイプには当たらないっていうことじゃない。あ、違うか。今、デブに当たらなかっただけか。ちょっと見間違えたわ。相手に当たらなかったかと思った。何今、応援された。ごめん。全然読んでなかった。さあ、あ、デブ攻撃上がっとうやん。あー、全部上がるんだ。無敵もしかして。で、今回デブは、潜ってるんで技選べないんで、ドブサライちゃんの技を選びます。まあ、どれでもいいね、ぶっちゃけ。で、シャドボなんで完璧っすね。穴を掘るまでもなかったな。オッケー。ここのジムはもしかしたらゴーストとかそっち系の使い手かな、ボス、あのジムリーダーは。1たす1の答え2で合ってるよね。いや、俺ちょっとわかんない。俺デンジと一緒で義務教育受けてねえからわかんない。ブリッジステージは最新技術、観客のボルテージが上がるほどライトアップするステージだ。その調子でどんどんかましていってくれよ。人を選ぶ音楽か、ベシャミ人を選ぶのか。まあ、なかなかあれだね、あのアバンギャードな音楽してるんでしょうね。弱さを補い強く、2匹のユニゾンハーモニーと、人類に早い感じの音楽してるんでしょうね。ジムトレーナーのベシャミが勝負を仕掛けてきた。ゴーストムーマね。じゃあゴースか、ゴーストか。ゴースはこれの前か。もうゴーストってそのまんまやん。なんかこんな直球の名前のポケモンいる。いや、これもっぱつバークアウトかシャドーボーぶっかましたいね。おー、引けるんですかシャドーボー。これは気分的にゴーストの方に行きましょう。で、デブ。で、これさ、デブさ、ノーマルとさ、地面だ。これワンチャン打点ないんじゃね？地面、これどっちも入んない説ない？地面技って聞くんだっけ、ゴーストに。あー、ノーマルだ。これ無理だ。当たんねえわ、これムーマに。落ちるっしょ？地面の特殊技ですね。マッドショットなんでね。うわー、ダメだ。マッドショットが効くかわかんねえや。強すぎた。ごめん。強すぎるってのも考えもんだな。次でラストは3人目。最後のお相手は？お前かい。不潔そうなヒゲだ。相変わらずバックパッカーは。視界もポケモンもお手の物、ダブルでお手玉してやるよ。いや、うわ、フワライドだ。もう世界で一番嫌いなポケモン出てきた。終わってるこいつ。フワライドさ、冬、ちょっと待って。
落ちた落ちろ。まあ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 仕方ない仕方ない。うわー、そういうことするんだ。嫌なことする。おお、あこれ、あそれ味方も巻き込んでるの、お前最低じゃん普通に。いや安定ですね、ドブサライ強いですね。やっぱりうちのエースなだけある。ちょっとあの前回はねガブに若干俺がちょっとひいきしたせいで食われてましたけど、相変わらずの強さを発揮してるねやっぱ。でこいつはゴミと。でも最近さ、今さデブのことゴミって言ったけどさ、ここ5パートくらいのデブの活躍実はすごいんだよな。相当活躍しますよ彼。まあでもドブサライよりか弱いことには変わりないんだけどね。何落ち込んどんねん。ぶちかまされたぜ。お前のケツにぶち込んでやったぜこの野郎。サンキューグリピー、ジムテスター合格でおめでとう。みんな盛大な拍手を。オープニングアクター大成功でしたね。おめでとうございます。ジムテストクリアです。当ジムリーダーライムと勝負する資格が与えられます。ソウルフルビート、ジムリーダーライムに挑みますか？任せておけ。ジムトレーナーのレベル大体40なんで、まあ、おそらくリーダーは45くらいでしょうね。と予想しておきましょう。あすごい、白目向いてるわ。ああバッキバキな目が。やっぱラッパーだから裏で多分あれやってんだろうな。ラッパーやってんだろうな。もう、今ラッパーに対する凄まじい偏見。まあ、実際多いけど、ヒップホップって。あたいはライム、AKA ソウルフルビート。カタリナバイブス、レイ生命。勝負する、うんぬんかんぬん。最後読んでませんでした。すいません。さあ、モンスターボールに対してマイクが太すぎますね。さあ、ジュペッタとミミック、やっぱりここダブルバトルだったか。これはちょっと早めにリーダー戦なんで変えましょうかね。あいつをデブをレベル、あ41いけるじゃん、いけるじゃん全然。あまずはドブサライか。しかもルーレット出しなかった。いけちゃうやん。ただ相手からもドブサライは逆に言えば抜群取られちゃうんで、早めに仕留めたい。完璧なシャドーボールで、これはミミックどうせ、あージュペッタってゴースト、あじゃあジュペッタわかんないでっか。ジュペッタとまあほぼ確実でゴーストなんで、まあまあこれでシャドーボーで抜群取って、でミミッキュはただ化けの皮があるんで、一発デブのなんか、あデブっちゅうかな、他の抜群取れないわけわからんやつで、まず攻撃を入れるということがしていきましょうかね。こうポンと出しましょう。さあうちの筆頭2枚です。ライムも学生さんもアゲアゲの勝負期待してるぜ。かませー。ちなみに俺は全くもってフリースタイルダンジョン見てません。友達が言ってたのをそのまんま聞いてただけです。高校の頃ね。懐かしいですね、フリースタイルダンジョン。あ、嫌なことしてくる。けど、まあ、当たらないよね。あ、いた。普通にいてえじゃねえか。さあ、一撃。これが格の違いです。いやー、なんか、何を出す？あれね。なんか、フロムゲーに出てきそうなやつね。さあ、てかさ、ちょっと見て。このさ、もう、特攻上がったとかいいから、ちょっとほら、見て。これ。このさ、うちのエース2体がさ、並んでるの見ると、ちょっと燃えるもんがあるよね。うわー、かっちょいい。シンプルにサイズがでかくていい。うわ、バーリ引きいいやん、俺。シャドーボーはハカドックにぶちかまし。ガブは、まあ何でもいいですわ。噛み砕くだったら抜群しかも取れてるしな。あ、で、地面はちゃんと合成器っぽいな。さ、砂地獄をミミキにかませ。オッケー？ナイス、バケの皮。まずは一旦こいつを剥がす。こいつクソ方形だから、まずムキムキしましょうねって感じ。ガブがでかすぎてミミキ見えねえや。奥にいるけど。強すぎる。なんというパワーのさ。トリンだ。何それ？あーなんか知ってるお前。見たことあるな。こいつは何タイプだな。電気ゴーストとかなんかそんな感じじゃない？背中のビリビリを見るに。さあ、あとこの2体で終わりですね。まあ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 。お話にならないって感じですかね。ちょっと強すぎて。ごめん。強すぎてごめん。で、しかも、これバークアウトでした。シャドボじゃなかった。マジか。まあまあまあ、でもいいでしょう。で、砂地獄地ならしが抜群取れてんで、これおそらくストリンダが電気持ってるから多分抜群取れてるんだ。こういったら地ならし引けたので、全体攻撃ドブサライム食らってしまう。だが仕方がない。手取りはいよいよラスト。ハウテイケアクラップラガスト。お、いっぱい出てきた。うわ、こうやってなんかいっぱいポケモンが突然ブワーって出てくるのは嫌なの思い出すな。なんか、もうダークソウルでこういうやつあるんだよ。突然いっぱい出てきて囲まれてぶっ殺されるの。ちょ、ここのポケモンフロムミが強いわ。あ、出た！さあ、忘れてた。こいつ、クサド、ジムリーダーってテラスタルするんだった。じゃあ何タイプテラスタルですか？ゴーストタイプテラスタルか。オッケーオッケー。ねーねねねーねねねー。あ、だだ。あ、やばい。あ、ドブサライが、あ、死んじゃう。あー、危ない。あぶな。怖っ。やめて。まあまあでもバーカートで終わりでしょ。はい、強すぎ。やばいな。ダブルバトルの地ならし、マジで。地雷すぎるな。これ、あとレベル2くらい高かったらマジで死んでたぞ。ポンとレベル49って一緒だからな。マジ危ねえわ。
いいね、あんたのチンポビンビンだね。あたいうならされた気骨がある。ふん、ジムバッジを持ってきな。あたいのライブ特等席消える権利もついでにどうだい。なんかいいんすか、そんなもらっちゃって特等席とか。自分関係者席でなんかいかにも自分芸能人の知り合いですみたいな感じでクソイキって入ってるけど大丈夫？楽屋とかもゴリゴリ行くけど大丈夫？そういうデリカシーないけど大丈夫かな。レベル50枚のポケモンが、ほうほうほう、オッケーオッケー。もう一つプレゼント。あー、技マシンか。シャドーボーラーも持ってるんだな。まあいつものことですが、技マシンは使えませんのでね。何度も言うようですが。まだまだ聞かせたりね。お、用事が終わったらまた来な。今度はラップバトルでもいいさね。グッズは冒険応援してるよ。バイバイベビー。お、四天王のハイギアおじさん。100点満点、あっぱれ。前提でラウドボーンを繰り出すや否や、そこから怒涛の攻撃、相手がピンチを陥ったかと思えば、味方のガブの地鳴らしがラウドボーンに激突。あなたがバッチを全部揃えるのが待ち遠しいですよ。小生も四天王として楽しみにしております。後ろに若かりし頃の長州力のような人がいますが、何にしてるんでしょうか。じゃあ、次どこ行くかだね。今で終わったので、残るは、ダンが2つと、スターダン2つと、ここの最強ジムと、主1体と、左下のジムが1個ですね。で、どこから行くかなんですけど、まあまあ、こいつはジムとして最強だから、まあ、後じゃないですか。で、ダンはクソ強いということを友人から聞いたんですよ。で、この間ね、YouTube を見ていたらですね、なんか、動画時代みたいんだけど、サムネイルで、どうやらここの、義流の主って言うんですかね、ここ確か。この、王者の泉の周辺、王者の泉のね、主は、どうやらクソ強いということなので、ここは後で行きます。ので、ここに行きます。左下ね。あっちの方、あれあったっけ？ファストトラベル。ない。全部ない。もういい。ここから行きましょうかね。で、それにしてもさっきのジムはさっくり倒してしまったな。めちゃくちゃさっくりだった。目指すべきはここね。もう絶対戦ってない。めっちゃ弱いやろ、お前絶対。こんな序盤のところ。だってここ虫のジムのとこやぞ、セルクルジタウンで確か。ミネコ。ミネフジコ。いや、これはかわいそうだ。切り捨てごめん。PP がちょっとこんなゴミにはなんか少しもったいないような気もするかな。あっ。油断したな。4に止まっとるやん。久々にやったな。ああ、よかった。結構あれだわ、すぐそこだわ。よかった。事務戦からやり直しはさすがにないな。さすがにそんな不親切はないな、今のゲームでな。オートセーブバンジャーアイですわ。だ、今度は間違いない。俺は同じ過ちは繰り返さない男、グリーンピースです。よろしく。ちなみにさっき、ルーレットで間違って技を打ってしまったのは3回目です。これが実力の差というやつだ。ほほーん、なんかえらい立派やんけ。気合玉ってなんかちょっとエロくない？俺だけ気合玉をエロいと思ってるの。俺の性癖は特殊なだけかも、もしかして。おお、金玉だ。砲丸が落ちてます。もうどこでもいけちゃうな、滑空があると。無限じゃん。楽しみ方無限大。てかさ、当初のさ、予定ではさ、バフ技さ、どんどんさ、バフアイテムはさ、禁止しないからさ、使っていこうと思ったんだけどさ、バフアイテムをさ、使ってさ、なんかさ、ターンをさ、無駄にするくらいだったら、普通に技打った方がいいってことね、気づいちゃったんだよな、だいぶ序盤で。ちょっとさっきの経験飴とか使うか。まあ、ゾロアークが上げて、で、M は、ナイトバースト絶対強そうやん。命中を下げる、威力85、命中95。お、特殊技。あ、悪くない。これ怖い顔。消そうか。全部悪技になるけど、まあいいや。悪統一、悪のカリスマだ。ナイス、レベル50。よし、そんじゃあまあ街の探索もある程度終わって、まあアイテム回収もしたところで、早速ねジムテストに挑んでいこうかなと思います。おお、でもおるやん。聞いてよ、ジムバッジ6つ。そうです、6つです。そこまでバッジ集められる挑戦者の1割もいないんだよ。才能ねえな、マジで。さすが私が見込んだポケモントレーナーだ。そうかな。謙虚にいよう、こういう時はな。最初に戦った時に強くなられて分かった。すごいな。さすがチャンピオンだ。ジムを挑む前にウォーミングアップ。たかよ。またかよ。もう何回目だ。4回目くらいじゃねえか。今、グリピも別選択肢もなく普通にうんってうなずいてたぞ。俺もだんだん戦闘系が移ってきてる。どうも、バーサークグリピって呼んで。
んじゃかパーン？パーンって言ってますけど、何ですかそれは。あ、まあバトルコートはいつもとあまり変わらないですけどね。ポケモンの足の踏ん張りとかちょっぴり影響。ああ、そうなんですか。うちのラウドボーンちゃん、ドブサライちゃんは関係ないっすよ。もう足腰しっかりしてるし、特殊技しか打たないんで、別に、あれっすよ、固定放題なんで、足場なんで関係ないっすよ。さあ、ルガルガン前回してやられたからな。だからルガルガン炎タイプなんで、6つのバッチその実力見せてやろうじゃねえか。ただレベル42、あ、いけるな。あれデブさっきまで死んでたのに生き返ってる。根元のあれで復活だ。地面が効くんか。ああ、じゃあガブ行こうや。ポントを出しましょうか。危ない、またルーレットが出ていない。さあもう早速回しちゃいますが、ポントで、まあ、地面まず抜群取れますんで2か3ですね。取るなら何、嫌がらせ、嫌がらせされました。4です。ドラクロ、まあいけるでしょう。レベル9差がありますけど、うーん、まあ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 。もうすごい嫌がらせされてるんだけど、どうするこれ。明治砂かけされまくってさ、次に出てくるポケモンが影分身6積みとかしてきやがったらゴミだよマジで。永久に当たらない。3番まあ終わりですね。地ならしで、これがエレン・イェーガーの力だ。お、え、お返し、何お返しって、ちょっとエッチなお返ししてくれるの？そういうわけではなさそう。スメイルを知らないな。対策のしようがない。じゃあ、ヌメイルか。あ、ヌメルゴンの、あ、ヌメルゴンの進化前だ。ってことは、こいつは水、あー、ドラゴンだよね。ってことは、ドラゴン抜群取れますんで、多分、ドラゴン水とかだと思うんだよね。ヌメルゴンが。あ、そうか。ヌメルゴンって600族だから、進化多分、ガブと一緒で48とかか。さあ、引いたのは、噛み砕く1。どう？まあ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 。うわ、抜群だ。痛いよ、これは。あー、痛い。まあまあまあ、いいでしょう。毎回ネモにここで疲弊させられるからな。マジでうぜえわ。ほら、殺せ。え、嘘。なーにやっとんだ。命中率が下がってる。あ、やばい。あー、やばいや、これ。やばいやばいやばい。あーららららら。だって、ちょ、やめろやめろ。それ、2段階下がると、こうも当たらんか。だってドラクロってあれだよね。命中100だもんね。命中率が落ちるとどんくらい落ちるんだろうね。引っ裂け。あ、あー、おー、あ、やばい。あー、死んじゃった、これ。お前には水の波動で十分だよって言われて殺されたわ。くっそ、突っ張りすぎたポントで。バカだ、くっそ。やばい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 。ちょっと待ってよ。詐欺師で行こうか。もう悪タイプ、もう悪タイプ染めのこの詐欺師。ナイトバーストせっかく覚えたんで。まあ、詐欺師なら上取ってるでしょう。ドラークはね、S 優秀だけどさ、あれがな、ダメなの、あの、貧弱だからな、こいつ。神耐久だから。ちょっと待って、あー、それ嘘泣き引くの良くないよ。ちょっと待って、ここでネモに負けるの良くない。てか、ネモにはもう、なんか、3回くらい負けてるんだよ、今まで4回くらい戦って。いや、ちょっと待って。あー、大丈夫。オッケー。根元の戦績悪すぎるのね、あまりにも。こないださ、なんじゃものさ、とこでもさ、ぶっ殺されたしさ、ちょっと、頼む、3まで行ってくれ。あー、これは気持ちがいいね。あー、もうやめてよー。ちょ、どれか引けば絶対勝てるって。頼むぞ。OK、畑落とす。まあ、落ちるだろ、畑落とすで。落とすよ、OK。こーわ。パモか。あいつって何食べる？あいつって炎とかだっけ？ちょっと忘れちゃったけど。電気なんかあれだよね。今回のピカチュウ枠のやつだよね。まあ、そのまま行きましょうか。わからんのか。パーモットと俺戦ったことないんだ。まあいいや。じゃあ、まあまあ、とりあえずこのまま突っ張って、多分詐欺師死にますけど。ちょっと待って、4はやめろよ。OK、辻切り。急所当たれ。上取ってるでしょ？ OK。急所！ダメだ、ゴミだ。電気だ。ってことは地面抜群なので、ポントー死んでの、ガブ死んでの痛すぎ。デブで行こうか。窓書か、花を掘るで落とせるんじゃねえかな、レベル一緒だし。ただ上を取られてるかどうかが怖い。ウェトレイトの電気技だったら、てかデブ、なんか微妙に硬いから大丈夫だろ。頭突き。それは、でもノーマルタイプだからきちんと、あー、麻痺だ。まあまあ、どっちにしろ下、上、ウェトレイトなかったからな。まあいいわ。何してんの、お前マジで。バカなんじゃないの。ちょっとマッドショットが穴を掘る、打ってくれ。読んで止まって。オーケー。マジでお前今晩の食卓に出されたくなかったらちょっと頑張れよ。次外したらもうダメよ。築城行きだよ、完全に。さあ、これ2じゃん、どう見ても。どう見ても2だけど、すいません。これ、皆さんね、これ表記的に3になってるんですよ、これ。上に表記されてるんですけどね。もうこれは仕方ないんで、あくび打ちします。2だろ、どう考えても。オッケー、ナイス、あくび打ったの。オッケー。ちょっと入れ替えるか。もう、まあまあ、もうドブサライでいけるだろ。
ドブサライさんなら何とかしてくれるっていうような気がする。しかもこの後どうせあくびで寝るんで、まあまあ、あくびでね、なんやかい、仕事してくれたんで、ナイス！ノーマル技効かねえぞ、こっちはゴーストだから。ドブサライのどこがゴーストタイプなのか俺にはよくわからんけど、まあ一応、炎ゴーストらしいです。さあ、フレアソング、爪。てパーモとこう見ると結構でかいな。ドブサライと対抗いい勝負してんじゃねえか。でかっ。寸用だわ。さすがうちのエース。なあ、経験値激うまだ。ああ、そのままマスカーニャ。なら絶対そのまま。タイプ相性、知らないんだ、君。草タイプは炎タイプに弱い。常識だろ。まあ、ただ、悪タイプとか、ゴーストタイプの技を打ってこられたら、普通に痛いです。まあ、あと、レベル差7あるしな、いけんだろ。多分、マスカーニャって、ゴーストではなさそうで、悪タイプとか、これいまいちだから、多分、草悪とかだと思うんだよね、タイプ。で、放射。これ落ちるでしょ、普通に。でも、上取られてるよね。ああ、まあ、ただ、そう、忘れてた。俺、最近、そういえば、自分でテラストルしてねえな。まあまあ、テラスタルしたならさすがに草技打ってくんじゃねえの。でも草技は、今一つっすよ。あー、トリックフラワー。確定急所。らしい、確か。これ専用技だよね、確か。トリックフラワーって。まあ、だが効かないよね。今一つだもん。はい。死んでください。しかも特攻一個上がってるんでね。ボコボコです。フレアソンからの放射って引き完璧だったな。ナイス。久々にネモに勝った気がする。割と余裕持つかったわ、今回レベル差あったし。やっぱり、君こそが、君がチャンピオンになる器。なかなか見る目あるな、ネモ。すっごく強くなってる。前回はな、ちょっと痛い目は見たからな、ネモに舐めてかかったら。グリピーもポケモンもあった、体温めて準備万端だ。勝負の俺にこれ、絶対技マシン。満タンの薬でした。こいつ、すっげえ俺になんか、あれしてくれるんだよ。奉仕してくれるんだよ。まあ、でも、回復アイテム使えないから意味ないんですけどね。受付まで送ってくねって、そんな、道もわからねえガキじゃねえのに。まあまあ、好意はありがたく受け取っておきましょうね。というわけで今回はここまででございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ、またね。